久保さん。なんかね、あの、質問が来まして、なんかコピーの書き方みたいなね、質問来てたんですけど、まあ多分ね、その人はね、勉強してるんですよね。もう勉強するのは悪いことじゃないんだけども、勉強したことをやってみて、なんだろうな、結果を出さなければいけないので、うーん。なんかここが難しいところなんですけどね、勉強もしないといけないし、 勉強したことやらないといけないし。だけど結局、勉強が、な、目的になっちゃう人もい,るいたりするんですよね。うん。まあ、久保さんも僕もなんで結果出たかっていうと、うん、結果を出すことを目的にやってたからだと思います。稼ぐことをね。とりあえず <laughs>、そう。で、稼ぐためにただ勉強すると。 うん、勉強はあくまでも手段であるっていうね、いうことですよね、うん。結構この手段と目的をね、入れち、まあ、ステージによってはね、それを変えるっていう時もあるかもしれないですけど、うん、まあでも基本ベースはまあ何のためにやるのビジネス何のためにやるのっていう、まあいつも言うんですけど、ボランティアで僕やってるわけじゃないっていうね。 お金稼ぐためにやってます。だからお金くださいっていう。億万長者合宿でも言いましたけど。お金稼ぐ上で大事なことって金くれってね。うん。だってボランティアでやってるわけじゃないんで。うん。だからそのボランティアを求めるんだったら、ボランティアで無料で全部やってくれる人を探せばいいっていう、ちょっとね、きつい言葉ですけど、お客さんというかね。 いや、いや、あの、無料動画もあるんで、無料全部ずっと見てくださいっていう話で。僕も一応ね、有料のものしかないかっていうと、無料動画も2万本ぐらいを公開してるんでね。もう金があのー、商品に買わないんだったら、まあ、無料の動画いっぱいあるし、そっち見てくださいっていう話ですよね。うん。まあ、もしくは無料でね、ずっと、ずっと無料で教えてくれる人がいるんだったら、それ探せばいいだろうし。ボラ,ボランティア、 悪いわけじゃないのでまあそのずっと無料で教えてくれる人がいるんだったらそれはうんとお金以外の価値ですよね教えることの喜びを感じれるっていうところですよね僕は教えれる喜びも感じれるけれどもお金もらわないと飯食えないんで <laughs> 単純にうんまあ勉強してやるってことですね目的と手段って感じですかね 行ってらっしゃい。